発酵病、未だ解明されていない不治の病。渡良瀬真水は14日間輝き続けて、そして消えた。大観覧車と私、余命ゼロなんだ。僕は何をすればいい？私がしたいことを代行してほしいの。遊園地に行ってみたかったの。着いた時泣いてホームラン打ってみたい。頑張れ。ノリノリで歌えたら最高なんだろうな。お帰りなさいませご主人様。バンジージャンプがしたい。しらしらしらし。最後の一つがなくなったらどうする？思い出してくれたらいい。こんなところに閉じ込められて死ぬのを待つだけなんて残酷じゃないですか。必死な思いで一日でも長く生きてもらおうとしてるのに邪魔されたくないの。普通に大人になって結婚とかするんだろうなって思ってたんだけどな。もう何度も会えるわけじゃない。ここでやめよう。真水がいなくなった世界で普通に生きていく自分が怖い。ねえ拓也くん、これが最後のお願いです。君は月夜に光り輝く。拓也くんのせいで私もう生きたくてしょうがなくなっちゃった。